イランの核開発問題。イランの核開発問題とは、イランが自国の核関連施設で高濃縮ウランの製造を企画していた、またはしている、という疑惑がかけられている問題のこと。イランは医療用アイソトープの生産を行うテヘラン原子炉の稼働のため、20%高濃縮ウランの自国製造を進めている。通常の原子力発電では、 低濃縮ウランで十分であり、高濃縮ウランを用いるのは原子爆弾の製造を狙っているからではないか、とアメリカなどから疑いをかけられた。ただし、原子爆弾には90%以上の高濃縮ウランが必要であるため、意見が分かれた。イランは自ら加盟する核不拡散条約 NPT の正当な権利を行使しているのであり、核兵器は作らないと主張した。当時の 第6代イラン大統領、マフムード・アフマディ・ネジャードは、ニュースウィーク2009年10月7日号の取材に、対して、核爆弾は、持ってはならないものだ。と否定する発言をしている。これに対し核保有国アメリカは、イランの主張に疑念を持ち、核兵器保有に向けての高濃縮欄であると、主張して、国際的にイランを孤立化させようとする政策をとってきた。 これらには政治的思惑が見え隠れしており、疑惑段階でイランに経済制裁を取る一方で、すでに核兵器を保有しているパキスタンやインドなどには、イランのようなボイコット、制裁を行わなった。2015年にイランは、米英駆逐中路六カ国協議との間で、核開発施設の縮小や条件付き軍事施設査察などの履行を含む最終合意締結し、 核核兵器のの保有に必要なな物質の製造、蓄積を制限することなった。国連常任理事国でありかか保有国である5カ国に加えドイツがメンバーとなっている背景にはドイツとイランの密接な経済的結びつきとりわけ原子力分野におけるがあるイランの核開発はかなりの程度ドイツの原子力技術に依存しておりシーメンスをはじめとするドイツの主要企業がイランとの 深いつながりを持っていた。欧米などの孤立化政策に対してイランは反発した。一方でトルコ、ブラジル、ベネズエラ、キューバ、エジプトなどはイランの平和的核エネルギー開発を支持した。中でもトルコはイスラム教徒がほとんどを占める国でありながら、イスラエルとは建国以来国交を持つ国であり、他のイスラム圏とは一線を画して、 欧米圏とイスラム圏との橋渡し的な役割を果たしいる国であった。しかし、トルコは2008年末にイスラエルによるパレスチナ自治区ガザ大規模攻撃をきっかけにイスラエルとの関係が悪化してきていた。2010年5月31日、イスラエルが封鎖を続けているガザへの支援物資を運んでいたトルコの人道支援団体を中心とした国際支援船団をイスラエル軍が 公海上で吸収し、乗船者のトルコ人などが殺害される事件が発生。イスラエルは謝罪拒否を断言。トルコ側は、関係は二度と修復できないとして、以来中東との一切の仲介を拒否した。これにより欧米圏とイスラム圏とのチャンネルが失われ、イスラエルと敵対しているイランとの間で緊張が高まった。国際社会は、イスラエルがイランを空爆資格施設を破壊するのでは、 ないかと危惧した。過去にもイスラエルは自衛を理由に周辺国への各関連施設への先制攻撃を仕掛け、1981年のイラクシロ爆撃事件、2007年のシリアの各関連施設の空爆、核保有を阻止してきた経緯がある。しかし、イランへの攻撃は他の周辺諸国の上空を通過して行わなければならず、 中東諸国はイスラエルによる領空侵犯阻止を大義としてイランへの攻撃を阻止する効果があった。ところが2003年にイラク戦争が勃発、2011年にはシリア騒乱が発生し、両国に制空権を行使できるだけの軍事力維持が期待できなくなっていることから、今度はイランへの先制攻撃が懸念された。ただし、 米無人偵察機が撃墜されるなど、中国、ロシアの軍事技術供与が確認されており、イランへの攻撃は容易ではなく、また中国、ロシアともに、イランへの攻撃は、イラク戦争のように雑誌はしない旨を明言していた。イスラエルの隣国レバノンには、特に、イランから多大な支援を受けて激しく、イスラエルと対立しているヒズボラがあり、両国の緊張と悪化によって、 中東地域全体に不安が広がった。イランがボイコット、経済制裁による報復として、イランが潜水艇を使い、ホルムズ海峡を封鎖することにより、原油の流通が途絶え、世界経済が混乱するのではないかと懸念された。この海峡封鎖に、北朝鮮の開発した潜水艇と魚雷などが使用されるのではという観測もなされた。 これらはイランの核開発技術を北朝鮮に供与した見返りとして提供されたものである可能性が指摘れている。北朝鮮は2006年に核実験を行い核兵器保有を公言しているため核兵器を供与したことが事実であればイランは NPT に違反したことになるが NPT は平和利用のための核開発技術の供与は認めており、また 核兵器供与の事実は確認されていない。2011年後半からアメリカ、EU を中心に原油の金融また、金融市場からの締め出しなどを打ち出し、一時的に原油口を招くなど市場は反応した。しかし、イランの最大の取引相手国である中国とインド、さらにはロシアやパキスタンなどが制裁には同調せず、イラン以外の通貨での取引や物々交換など、 不透明な取引を助長しているとする新た懸念を生み、このため制裁の効果は限定的との見方もなされた。イランの政権は2013年の大統領選挙によって憲法規定による任期で退任したアフマディ・ネジャードからハサンド・オハーニーに交代した。2015年7月14日、P5 プラス1とイランとの間で行われていた核協議が 最終合意に達し、イラン側は核開発の大幅な制限、国内軍事施設の条件付き査察を含めた内容を受け入れた。イラン国内では核開発能力自体は維持したことが評価され、最高指導者のアリー・ハーメネイーも合意について、ローハーニーをねぎらったと報じられた。二0十六年一月十六日、国際原子力機関、IAEA、e、はイランが 格納縮に必要な遠心分離機などを大幅に削減したことを確認したと発表。これを受けて、イランと P5 プラス1は同日合意の履行を宣言し、米欧諸国はイランに対する経済制裁を解除する手続きに入った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。